こんにちは、ヒロです。 A チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。はい、お盆休みがね終わってですね、まあ約1週間、もう皆さんもね元の生活に、ね、戻られたんじゃないかなと思いますけども、はい、休みボケなどはねしておりませんでしょうか。はい、私はね絶賛休みボケ中です。まあ別に連休だからってね休んだ覚えっていうのはないんだけど、なんでしょうね、なんかすごく眠い、もしかしたらこのまま死んじゃうんじゃないかなってね、はい、心配になる時があるんですけど、まあちょっとそれは置いといて、まあ本当ね、いくつになってもね知らないことっていうのはね本当多いなと思いまして、まあこんだけねアクションカメラのねことね紹介してね、まあスークーさんのね、C30R だ、スークーさんのね S100 Pro だってね、あのやってる割には、あ、こんなこと知らなかったんだっていうようなねことがこの間起こりまして、まあそれはどういうことかと言いますと、で私の動画にね、まあ、レミ春日さんという方からねコメントをいただきました。レミ春日さん、ありがとうございます。そのねコメントの内容が何かって言いますと、スークー S100 のズームの仕方を教えてくださいと、説明書にもどこにも書いておらず…ということだったんですけども、私これ見てですね、え、アクションカメラってズームとかできんのって思っちゃったわけなんですよ。はい、まあこのレミさんの方にね、アクションカメラでズームできるんですかって聞くと、S100 Pro の取説にも書いてあるし、で C30R もね取説にもそうだし、あの Amazon のね販売ページのところにもねそういう風なね記述がありますよっていうことで、まあ C30R の方はね、まあ、Amazon さんのページでね、まあ、こんな感じでありました。はい、確かにね5倍ズーム、遠くの被写体に高画質のまま迫れると。ただまあこの5倍ズームに関しては C30R は遠くの被写体を引き寄せて撮影できるので、被写体に近づけないシーンでも、はい、この辺また日本語おかしいですね、被写体はアップして大きく映せます。ご注意、静止画撮影の場合のみに対応と。あ、そうかと。もう私ね、もうアクションカメラというと動画しか使ったことがないんで、あ、静止画だったらねこれズームできるんだと思って、でまあここ C30R なんですけども、まあ、これ電源入れまして、はい、電源入りました。で今これどっちだ、これ動画モードですね。ここにこっちがね、ビデオカメラのねマークになってるかなと思うんですけども、はい、もう一回電源を押して、はい、これ静止画モードで、ね、この時にこの上とか下のセレクトボタンを押すと、ちょっと見るかな、はい、いきますね、ほら、アップ、あれ、これ以上上がんないかな、あ、これ以上上がんないか、はい、最大ね5倍までのねズームっていうのが、あ、できるんですよね。あ、そうなんだと思って、でじゃあ S100 の方もね、同じようにねやれんじゃないかなと思ったわけですよ。でちなみにね、このスークーさんのねこれはね S100 Pro の取説なんですけども、最後の、まあ、最後のというか最後、厳密には最後じゃないんだけども、この最後からね2番目のページの表のところに、わかりますかね、ここですね、はい、デジタルズーム、最大5倍デジタルズームと書いてあるわけなんですよね。まあ多分 S100 Pro も、まあ、電源入れて静止画モードにして、電源入れます、電源入れて、はい、今どっち、はい、今ビデオモードね、今ビデオモードで、これもう一回電源を押して、はい、これ静止画モードで、これでね上か下押せば、まあ、アップになるんでしょって思ったんですけども、はい、上設定画面、こっちが、はい、じゃあこれ下、はい、これも設定画、これも違う。なぜかね S100 Pro の方は、まあ、ズームにならないんですよね。でなので、メーカーさんの方にねこういったようなメールを送らせていただきました。はい、スークーアクションカメラ 4K 超高画質2000万画素手ブレ補正 Wi-Fi 搭載リモコン付き合いまーときで S100 Pro についてと、はい、トリセツの P23 の使用表、上から8番目にデジタルズーム、最大5倍デジタルズームとありますが、これはどうやればズームできますかというね、メールをメーカーさんの方に送らせていただきました。で、その時のね、返事っていうのがこちら。はい。
ごめんね、この問題はあまり明確ではなくて明日に回答いたします、少々お待ちくださいというね、メールが返ってきました。はい、で当然ね、こういったメールをねいただきましたので次の日まで待ちました。で次の日にやってきたメールというのがこちらです。本当に申し訳ございませんね、この問題は品質部の同僚に尋ねましたがこの機能は改善中です、使用できませんね、ご迷惑をおかけてごめん。まあまあね、外国の方なんで、はい、日本語はまあこういうもんだとして、はい、とりあえず使えないと、はい、いうことでした。もう何でしょうね、これぐらいでもう目くじら立てなくてもいいんじゃないかなって思うようなくらい心が広くなってきちゃうわけなんですけども、はい、まあ、結論から言いますと C30R の方は静止画モードだとズームができます。で S100 Pro に関しては、まあ、取説の方にはね、デジタルズームができるというようなね、記載になっているんですけども実際にはできませんという動画でした。まあもしかしたらね、ファームウェアがね、また更新されたら、もしかしたらズームできるようになるかもしれないんですけども、まあこの辺はね、私メーカーの人間ではないので、はい、あまりね、確定的なことは言えないのが辛いところですけども、まあ今の段階でね、確実に言えることは、取説にはデジタルズームが5倍までできるって書いてあるんだけども、実際にはできないということをね、皆さんのね、心に留めておいてほしいなと思います。こんなんで終わっていいのかな?でも終わります、はい、それでは本日の動画の情報が面白かったなとか役に立ったなと思った方は高評価を、そしてよろしければチャンネル登録と、あとメルマガやツイッター、インスタグラムなんかもやっておりますのでそちらの方もねフォローしていただければなと思います。あとこの動画の感想や私に質問やリクエストなんかがありましたら下のコメント欄に書き込んでいただくか、詳細に H チャンネルの感想フォームへのリンクというのをねご用意しておりますのでそちらの方からメッセージをいただければタイムラグは出るかもしれませんけども見せていただいてお返事させていただこうかなと思いますのでよろしくお願いします。それでは本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。今日めちゃくちゃ早い動画でしたね。なんかやった方がいいのかな、踊る、あ、ちゃんとできてない、まあいいか、こんなの。それじゃあ。